さて、今日はどうするかな？なんだ、あの男は。あ？おい、てめえ。そこの変な面をかぶったてめえだ。もしかして、自分のことか。てめえ以外に誰がいるんだよ。いきなり声をかけてきたと思えば、人をてめえ呼ばわりとは。誰かは知らんが、随分な男のようだ。見かけねえ面だな。誰だてめえ。おい、何とか言ったらどうだ。ビビって黙りこくってんじゃねえ。名も名乗らず人をてめえ呼ばわりするやつに答える義理はない。何？こいつは笑っちまうぜ。まさかこの俺様が誰だか知らねえと言うんじゃねえだろうな。知らん。これだから辺境の田舎者は無知で困るぜ。本来なら俺様から名乗るなんてことはありえねえが、俺様は寛大だ。特別に名乗ってやるぜ。だがてめえは俺様に名乗らせたことを後悔することになる。いいか、その泥臭い耳くそをかっぽじってよく聞きやがれ。俺様の名はヌアンギ。何を隠そう、この国の王らの弟で、ここを統治する藩主の息子だ。俺が誰だか知って恐怖のあまり声も出ねえか。何しろてめえは王らの甥に名乗らせたんだからよ。さあ、俺様を敬え。頭を下げて媚びへつらえ。百俺さん。よう、エルル。ヌアンギ。エルル。この男、もしかして知り合いなのか。いつここに？今さっきだ。お前に会うために飛ばしてきたんだぜ。じゃあ、もしかしてあのオプタル、ヌアンギの？ああ、俺の新しいオプタルよ。どうだ、いいオプタルだろう。少々気性が荒いから俺にしか乗りこなせねえ。大丈夫？じゃるついてんだよ。かわいいやつだぜ。そうなんだ。そうだ、紹介するね。この人は白愚さん。新しくここで暮らすことになったの。あ？おいおい、まさかこんな男を住まわすのか。何すっかわかんねえし、とっとと追い出しちまえよ。ヌワンギ。ちっ、あのババアか。大方戦場から逃げ出した落ち湯とかなんかだろ。こんな男を住まわす。もう、白愚さんは怪しいとかそんな人じゃないよ。一緒に暮らしていい人だって分かってるんだから。一緒に何？一緒に暮らしてるだ。エルル、俺という男がありながらそれどういうことだ。ちょっ、エルルの男？違います。ヌアンギとはただの幼馴染で。もうヌアンギ、変なこと言わないで。大体こいつはなんだ。こんな奴と一緒に住んでるってのはどういうことだ。
もうこいつとやったのか、やっちまったのか。変なこと言わないでったら。一緒にっていうのはそんなのじゃなくて、その患者さんというか、そのそれでそうだよな、そうだと思ったぜ。ったくよ。それよりヌワンギ、本当にどうしてここに。おいおい、言ったじゃねえか、お前に会いに来たってよ。私に約束したはずだぜ。次に来るときはお前を連れてく、お前を俺の女にするってな。え、本気なの。冗談でんなこと言わねえ。俺と一緒に来い。そうすればこんな惨めったらしい暮らしなんかおさらばできるんだぜ。なんでだ。なんでなんだよ。贅沢な暮らしをしたくないのか。私、贅沢な暮らしなんか。嘘をつくな。贅沢な暮らしがしたくない奴なんてこの世にはいねえ。お前は俺と一緒になるのが幸せなんだ。そんなの、いや、話して。本気で嫌がってるみたいだな。助けた方がいいか。嫌がってるのがわからないのか。その手を離したらどうだ。んだ、関係ねえやつはすっ込んでな。その子は自分の恩人であり家族だ。関係は十分にある。てめえ、俺様に歯向かうってことは親父に歯向かうってことだ。親父に歯向かうってことはその兄であるオーロに歯向かうってことだ。つまり俺様に逆らうってことはオーロに逆らうってことだ。それを分かってでけえ口叩いてんだろうな。ん、鈍い衝撃があったような気がしたが、もしかして何か。てめえ、よくもやりやがったな。何？変な面しやがって。そんなにかてえなら一言言いやがれ。この面がどうかしたのか。咲きやがって、ぶっ殺してやる。ヌワンギ。待ってな、エルル。すぐにこいつをぶっ殺してやるからよ。その、だからね、その手。あ？かつてない方向に折れ曲がってて。やだ！また転げ出した。さっきから何をしてるんだ、この男。今日のところはこれで勘弁してやる。勘弁も何も。次に会った時はギタギタにしてやるからな。覚えてろよ。だから、あ、おい、今度てめえ走れ。動けってんだよ。あら、何だったんだろうな、あれは。
ん？昔は子供の頃はあんな人じゃなかったのに。エルル。あ、私まだやることが残ってるから。エルル。
おやさん、分かっちゃいるが、こうしつこいと振り切れ。悪いが、お前らと遊んでる暇はない。いや、いまだに。やったか。よっしゃ、やった。あら、なあ、あんちゃん、もしかしてあちらさん、えらいご機嫌斜めじゃねえか。まあ、嫌いな水にどっぷり浸かったんだし、もしかしなくてもご機嫌斜めですか。いや、そんなのと戦わにはならん。俺たちはどうなるんだ。そこまで考えてなかった
War.